あれは昔のことだった。帝王の命令で俺は一人の VIP を暗殺し、このゲートに戻ってきた。そこには最も親しくしていた戦闘ロボットが待っていた。お前はまた手柄を立てた。帰れば優等の位から暴君に出世するぜ。疲れたろ、休んでくれ。ああ。何をする？お前の手柄は俺のもんだ。裏切るのか？俺たちは仲間だったはずだ。仲間だと？笑わせるな、アメーゼ。銃を捨てろ。勝負の世界では勝つことが正義だ。その正義を守るためにはフェアプレーでなければならない。それが俺の殺しの美学だ。